ライズクリエーション株式会社格闘技イベント、アベマプレゼンツライズエルドラド2024、2024年3月17日、日曜日東京体育館下向き黒三角第5試合フライ級。51.5kg、3分 3R 延長 1R 黒丸松本隆。ターゲット渋谷、同級1位、ライズニューウォリアーズフライ級トーナメント優勝。判定0の3、29から30。 28から3 0る2ゼナスカワ流進。チームてっペン同級4位。フォト、ナスカワ。気合の軽装でパンチ。松本は流血の激闘ナスカワは天心の実定で、ザマッチ2022など多くの大舞台で戦ってきた。昨年の大晦日には雷陣で MMA に初挑戦し、新ジョンミンにパウンドで TKO 勝ちを収めている。対する松本は23年2月。 ナスカワが敗退したトーナメントで輝きを放ち、ライズニューウォリアーズフライ級、51.5kg、トーナメント優勝の経歴を持つ。サウスポーから繰り出される高速の左ストレートが武器。昨年10月の第2代ライズフライ級王座決定戦で和島大陸に敗北して以来の戦いとなる。1R、松本がサウスポーで左ロー、ナスカワは右ハイ。ナスカワはボディーへのジャブ、 松本はフェイントをかけながら左ストレート。ナスカワが左フックをかぶせてヒット。近距離でナスカワはアッパー、フックと細かいパンチを見舞う。ニアール、やや距離が近くなり、お互いのフックやストレートが交錯する。ナスカワの左ジャブが数発ヒット、右膝蹴りを蹴る。松本は右バックスピンキック。松本は右ジャブから左ストレート、左ミドルキック。 ナスカワの右ストレートがコツコツ入り、松本は鼻から出血する。3R、サークリングするナスカワに対して、松本はバックスピンキック、左ミドルキック。ナスカワは左右フック、左ボディ打ちとパンチを回転させる。近距離では松本の左ミドルに対して、ナスカワは冷静に左ジャブ、右ストレートを放つ。残り1分、松本も左フックをヒットさせるが、 ナスカワも左ジャブを突き刺すが、松本がボディフックを当てて前に出ていった。ジャッジは三者ともナスカワを支持ナスカワがボクシングテクニックで松本を撃破した。ナスカワは勝利マイクで、今回は下馬評が不利でこの相手に勝ったらすごいと言われていて、ムカついていたけど、結果で見返せてよかったです。6月大阪でやるって聞いたんですけど、塚本選手どうですかね 相手の敵地でやり返したい気持ちが強いので、挑戦者決定戦としてやりましょう。いい返事待っています、とコメント。かつて敗北した塚本望むへの雪辱戦をアピールした。